の神に使いを出せ。神様お越しにございます。遅うなりました。おう左平次。お久しでございます。妻子は息災か。瀬名は今草の者としてまた御座の下で働いております。さようか。左平次、わしが呼ぶまでは誰一人近づけてはならんぞ。まずは父上。こうして親子三人語り合うのは名古屋の陣以来のことかの。はい。彼の杯にならねばよいがの。父上、つまらん冗談をおやめくだされ。いやーすまんすまん。申し上げます。またごろが参りました。またしておけ。は。三十郎、わしが呼ぶまでは誰一人近づけてはならんぞ。は。醤油が決起したことは存じておろうな。はい。伏見城申した。石田治部から味方につけと申してきおった。お断りなされませ。恐れながら治部殿にては先行きが危のうございます。さらに治部殿に対して真田家は何の恩義も。図州、大事とは。大阪が燃え潰されてしまうは家康の餌食よ。まさか。本気でまさかにと申すか。この度の戦はな、豊臣家を打ち滅ぼすがためにナイフが仕掛けた戦ではなかったか。いえ父上。言うておくがの図州。はい。わしはな、治部醤油に組みするのではないぞ。上杉壇上殿に組みするのじゃ。自分にではない。ならば父上、父上は上杉壇上様に豊臣家の行く末をお頼みになるおつもりでしょうや。いかにも。なれど、その折はまた争いが起こりましょうな。じゃがな、今この時、今この時に家康を残すのと石田を残すのとではどちらが豊臣家の御為になる。父上、豊臣家の御為と申すよりどちらが天下のために相なりましょう。天下じゃと。はい。父上はこれより先再び天下殿の戦乱が相続くことをお望みでしょう。父上はその戦乱に乗じて世に躍り出ようと。弟子、父上。
これで決まったの。はい。左衛門之助、和主はどうする？親子兄弟が敵味方に分かれるのあながち恥はござりまするまい。そうかも。はい。左衛門之助、上田は父上一人に任せぬか。兄上の言葉に従いましょうか。または伊豆の神一人でよいのではないか。父上はかように申します。ではこれは和主が決めることではないのか。はい。なれど。なれど私には城がござりません。それがどうした。なれば父上が亡き後は上田の城が欲しゅうございます。父上と離れるとそれもかなわぬか。はい。もし兄上沼田が立ち行かぬ時は私の上田がござりまする。上田が立ち行かぬ時は沼田。はい。左衛門之助、愛は分かった。父上、ではこれにて。もう行くか。はい。行くがよい。父上を頼む。兄上も堅固で。ご安心。